片言ばかりの言葉に君は戸惑うけれど、本当の気持ちなんて口に出せないものさ。この想い伝わるかな、この気持ち伝わるかな、自然に笑える中で生きてゆけたなら、このままで続くのかな、このままでゆけるのかな、たとえ遠く離れても心近く感じたい。こちらシロキン、さようでございますが、はい、少々お待ちください。あ、山口先生電話。あ、どうも。ねえ、お宝なんだけど、なんだかちょっと変よ。え、山口先生呼んでやっておくんなせって、いたずらかもね。もしもし、お嬢、俺です、ミノルです。あ、なんだ、ミノルくんか。大変なんだ、お嬢。だっけろい、学校に電話すんなって言ってるだろ。でも、お嬢、携帯忘れてってるし。あ、そんなことより大変だ。おやすさん、おやすさん、組長か、救急車で。え、篠原先生、おじいさんが倒れたって。きっと大丈夫だよ、しっかりするんだ先生。あ、お嬢、先生も。組長は、ちょっと無理したのがたたったらしく、けど2、3週間入院すれば落ち着くだろうって。そうか、よかった。お嬢、心配ありませんよ。お嬢聞いてます？もう心配ありませんから。お嬢。若松、気の利かねえ。久美子、騒がせちまってすまねえ。うん、お前に大江戸の大門預けっぱなしだな。気にしないで、おじいさんは早く体治してよ。だが最近気なくせえ噂も聞くからな、気をつけるんだぜ。いいな。大丈夫。いやー、組長が大したことなくてよかったぜ。お嬢もほっとしてたしな。乾杯。乾杯。ちょっと安心したからって飲みすぎちゃダメ。ちゃ乾杯。てめえ、俺が柿田組の人間だって分かってんだろうな。柿田組？それがどうした？こっちは泣く子も黙る大江戸一家だ。大江戸一家だと？そうだよ。うれ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 、踊り、乾杯。おい、ミラル、乾杯。おはよう。よし。おはよう。はい。はい。おはよう。お前、工藤のことを覚えてるよな。え？は？何のこと？噂じゃあいつ、最近暴力団の猫又組に出入りしてるらしいぜ。え？ま、やつももう学校なんか興味ねえかもしんないけど、仕返しに気をつけた方がいいぜ。猫又組ね。あんまり聞かないな。あっと待って、昨日どうやって帰ってきたんだっけな。ああ、ちょいとお邪魔するよ。誰だてめえ。騒ぐな、わしは。おっ、
待って、慌てるな、わしゃ。おい、何騒いでる。お、やっぱり天界のおじさん。おお、グミちゃん。天界って、おやさんと義兄弟の杯を交わした。え、うちが柿田組の島を荒らしてる。柿田組っていや、泣く子も黙る狸ばらかいのナンバー2じゃねえですかい。最初は若えもんの小競り合いと片付けてきたが、どうも後が立たねえ。柿田組は武闘派の集まりだ。それで大江戸一家と戦争だって騒ぎよ。そんな。ちょっと待っておくなせ。うちじゃ他の組との揉め事を禁じておりやす。うちじゃありません。だがな、そいつらが大江戸一家を名乗ってるらしいんだ。え、それに昨日こいつを落としてったらしい。この罰よ、うちの。失礼します。ん、あれ、俺の。何、てめえら柿田組と揉めたのか。知らねえ。じゃあなんであれが落ちてたんだ、言ってみろ。昨日飲みすぎちまって、なくしたと思った。なくして、本当です、柿田組と揉めてなんか嫌せんぜ。本当だ、兄貴。おじさん、こいつらはバカですが、嘘はつきません。今回の件は、誰かが仕組んだんじゃねえかと。おじさん、わしもそうだとは思うんだが、柿田は聞くような状況じゃねえ。そこでどうだろうな、ここは黒田の兄貴に出張ってもらっちゃう。それが、親父は今入院中でして。そんなに悪いのかい。大事はねえんですが、安静が第一と。そりゃあ間が悪い。実は今から柿田組でこの件の話し合いがあるんだが、たぬき原会長もおいでになる。関東のドンと言われるたぬき原の黒田の兄貴がわざわざ柿田組に出向けば、会長もなんとか収めてくれると思ったんだが。おじさん、私が出ます。え、何か問題でも。いや、そりゃあ。お嬢が組長代理なんすか。しかし兄貴が出張るのとは重さが違う。まあ手土産にその二人を連れて行くってんなら、向こうも聞く耳持つかもしれねえが。大江戸一家もここまで折れたんだ。ここは痛み分け、柿田も手打ちにしちゃどうだ。ではお手を拝借。そいつはあんまりです。大体こいつは濡れ衣だってのに。若松、やったやらねえなんて仇みてえなことを言ってねえ。しかし戦争やりたい奴はいくらでも理由見つけてくる。早いとこ手打ちに持ってかねえと無駄に血が流れるんだ。まあそういうことだ。わかりました、二人を連れて行きます。鉄、ミノル、いいね。お嬢。お嬢。ちょっと支度してくるよ。これも組のためだ。おやさんがいない間に揉めるわけにはいかねえ。なに、指の一二本で済むかもしれねえ。元気だぜ。まずいな。お嬢どこ行ってんだ。そろそろ出かけねえと遅れちまうわ。ただいま。待たせたね。おお。お嬢、かっこいい。覚悟しよう。おお、いい、もう一回やって。覚悟しよう。そっか、そっか。もう一回、もう一回。覚悟しよう。やっぱこいつら置いていきなさるんすね。こんなくだらねえいざこざでこいつら渡せるかって。お嬢。さ、向こうがどう出るか行くよ。
お嬢。あのちっちゃかったお嬢がいつの間にかこんな立派な極道に。行の字、これが久美子だ。俺が引き取ることになったから、今日から面倒見てやってくれ。へっ、お嬢、どうしたんです？ヤクザ、ヤクザって何？ヤクザって悪いの？お嬢、あ、もしかしていじめられたんすか？どこのクソガキです？俺がぶっ殺してやる！いい、自分でやる。へえ、自分で片付けるから、怪我教えて。ダメダメ、ピンポン玉をかわしてからパチッすよ。狙うのはツラ、みぞおち、ケントバー。みぞおち、みぞおち、みぞおち、みぞおち。かゆいかゆい、みぞおちはそこじゃねえ。やりゃー、ドンピシャ、みぞおちってのはそこだ。きょうさん、きょうさん、きょうさん。お嬢は真から情のあるお人なんだ。おめえたち本に来なきゃいけねえよ。こうしてると思い出すな、俺たちがここに来た時のこと。ああ、うちの組に入りたい？何言ってんだい、お前らまだ中学生じゃないか。黙ってろ、てめえには関係ねえんだよ。なんだとこら、誰に物言ってんだ。こいつらうちの島で悪さばかりしてたんで、ちょいと焼き入れてやったんですが、今日になってのこのこやってきまして。冗談じゃないよ、うちに帰んな、親が心配してるよ。いねえよそんなもん。嘘つけこら。本当だ、赤ん坊の俺を親戚に預けてどっか消えちまったんだ。俺もだ。俺は母一人子一人だったんだけど、先週家帰ったら何もなくて、母ちゃん男と逃げたんす、捨てられたんす俺。泣くんじゃないよ、うちでも殺しそうな面してるくせに。若松、へい。親がいらねえってんなら、こいつら私がもらっていいかな。へい。前から私、可愛い弟が欲しかったんだよ。可愛いですかい、こいつらが。まあ、ほんのり。こいつらが可愛い。そんなこと言うのは世界中でお嬢一人ですよ、絶対。私、おじいさんに頼んでみる。行くよ。おい。あれ、お前も丸気あんのか。待って、お嬢、そいつらそろそろ買い出しの時間なんで。テツ、ミノル、映画見に行こう。お前ら何やってた。もうやってる暇があったら学校行け、学校。ミノル、テツ、今度やったら埋めるぞ。いいか、お前はまだ義務教育なんだからな、学校で問題になりゃ組に迷惑だ。ミノル、いいか、誰かに何か言われても相手にすんな、これも修行だと思ってこらえるんだぞ。おいおい、あいつ。終わったらまっすぐ帰ってこい、待ってるから。うん、なんだと。先生が卒業させてやるから卒業式までは来んなって。お前が来ると教室の空気が汚れるからって。クソ教師野郎、ぶっ殺してやる。上等じゃねえか、卒業するまで来んなってんなら卒業式の後に行ってやろうじゃん。挨拶によ。
なんだ君は。3年間本当に弟がお世話になりました。弟？ああ、弟さんの名前は辰川ミノルです。な、何？てめえは教師の片髪にも置けねえ。王女、王女！クソ入らねえ。クマ、いい加減やめとけ。そうだよ、ここどこだと思ってんだ。隣は柿田組の事務所だぞ。殺されっぞお前。そうか、行こうぜ。組長代理、付き合いした。お。なあ。さあ行きましょう。すげえ、極爪だ。初めて見た。ほう、それじゃあお江戸一家じゃ、その若いの二人こっちに突き出すってんですね。本当なら徹底的に調べるところだが、あんたんとこの辛抱が効かねえと思ってな。当然だ、こっちは何人もやられてんだ。だからよ、こっちは痛み分けってことで会長さんに手打ちの仲立ちを。失礼します。大江戸一家の組長代理が来ました。通しな。失礼さんにござんす。おお、クミちゃん。お初にお目にかかります。私、大江戸一家三代目組長代理クミ子と申します。以後お見知りおきを。挨拶は結構だ。例の若いのってのはその二人かい。若くはねえようだが。置いてきました。なあクミちゃん、外にいるんだろう。外に待たせてあるんだな。いえ、組におりやす。てめえ、じゃあ何しに来やがった。手打ちに。なめんじゃねえ。待て、会長。クミ子さんとやら、大江戸の龍さんが来るならまだしも、組長代理のあんたが来ただけで手打ちにしようってのかい。はい。どこまでも虫のいいことは。カキト、てめえは黙ってろい。で、クミ子さんとやら、あんたが身代わりに血祭りになっちまうとは考えなかったのかい。そん時はそん時かと。いや、さすが昇り流の孫。なかなか肝が据わっとる。面白い。なに、わしも無駄な血流す気はさらさらない。手打ちにしてと思ってやってきた。会長。そんな、会長。死の者言うんじゃねえ。てめえもそろそろ武闘派なんて呼び名は返上しろい。そんな時代じゃねえだろ。会長。ありがとうございました。お嬢、立派でしたぜ。おやすさんもさぞかし、その姿もまた似合う。そう。お嬢、さっき若いもんが知らせてきたんですがね、うちの名前語ってたのは猫又組が雇ったチンピラかもしれねえと。猫又組、どっかで聞いたような。噂じゃあいつ最近暴力団の猫又組に出入りしてるらしいぜ。そっか、どうやらろくな組じゃなさそうだな。これからちょいと気をつけておきますよ。うん。お嬢の、
ボジョー、無事か、お嬢。どこにも気がねえか。大丈夫か。てめえらこそ何でそんな怖い。俺らどうしてもお嬢を追いかけたくて。でも富士のやつが止めようとしやがるから。たく、なんて野郎どもだ。お嬢、俺らの土地で釣り寄せ釣り寄せ。バカ、泣くんじゃないよ。牛でも殺しそうな面してるくせに。篠原先生、久美子ちゃん。先生、よかったっすね。心配して来てくれたんすよ。久美子ちゃんは無事ですか。ああ、ご無事で。今どこに。久美子ちゃん。それ、いくら何でも作りすぎだ。先生、それあんまりで。頼んますよ、先生。ごめんごめん。純な乙女心をかわいそすぎるってもんじゃねえですか。しかも噂じゃ教師生命のピンチがお嬢に迫っていると聞きやした。あっしも一肌脱ぎやすで。次回京さんの名芝居役者だね。